甲州駅は、中華人民共和国関東省甲州市に位置する中国鉄路走行市と甲州地下鉄の駅。甲州市では最も大きな駅の一つ。甲州市中心部には、以前複数の駅があり、甲信鉄路の終点は、大津な頭に、構造鉄路の終点は、石囲い包みにあった。島式ホーム3面6線と、串型ホーム2面3線の、 合計5面9線の地上駅である。駅舎の上には中央に駅名の原集団が左右に一祖国ぶり中というスローガンがネオンサイン付きで掲げられている。2号線、5号線ともにプラットホームは島式一面2線構造。地下2階に2号線ホーム、地下3階に5号線ホームがある。地下1階は改札外である。 旧正月のピーク時の乗降客数は約20万人に上り、通年でも7から8万人が利用するとされる。関東省の地場産業である医療や靴などの卸売市場がある。旅車やビジネスホテルなどが駅を囲むように集まっており、出稼ぎ労働者が多い。駅南側の徒歩10分のところに古市集公園がある。甲州白雲国際空港へのシャトルバスが出ている。その他、 市内のバスや長距離バスなどが網目のように走っている。テンプレート、交仏、はじめ都市間鉄道、ありがとうございます。